はい。これどういう風に撮れるんだろう。やってみましょう。今撮ってます、撮ってます。じゃあこれを、この方がボヤボヤしてるだけでいいですかね、これ始まったやつけど。今回ゲスト、小川健太郎さん。こんにちは。こんにちは。これどう撮れてるかですね。3人で通話してるのは撮ったことないんで。はい。はい。お試しで。お試しで撮ってます。時間は深夜。楽器の音を鳴らすと怒られる時間です。うん。その楽器の音が鳴ると全部の音が聞こえなくなるんですよ。これ？あ、それが音が大きいね、やっぱりね。うん。あ、三味線の音が。うん。軽く音出せないですかね。軽く、うん、あ、それいいね。あ、その感じいいですね。まあ弾かなかったらいいんじゃないですかね。うん、そう、まあ、今ね、僕もそうだけど、一般の人たちが一番聞きたいのは、はい、小川健太郎は何を今やってるのかっていうことだと思うんですよ。楽器弾いてますけど。楽器弾いてますけどじゃないんで。普段。普段も楽器弾いてる。普段も楽器弾いてますね。で、それで一日終わるの？いやいや、一日は終わらないですけど。うん。何してんすか？ね。絵を描いたりしてます。それは仕事、うん、仕事、あ、お。なるは扱ったり。あ、ちゃんと仕事してるっすね。仕事は、他の人が仕事っていう名前をつけただけで。あ、また来た。そういう風だ。僕は仕事と思ってない。名前作ってたら、そうが勝手に仕事になるっていう。来た来た。仕事をする人がしたらいい。なんかかっこいい感じだね、おばけんね。来ましたね。なんていうの、凡人は仕事って呼ぶけどみたいな話でしょ。うんうんって言ったら凡人とかそんな、そういう境界線もない。うん、僕はみんな偉い人でない人っていうだけなの。で、それなんか新しいルアー作ってるんですか？新しいルアーっていうかね、3年4年ヨーロッパでなんかミッションがあったんですよね、うん、作ってくれって。うん、え、ヨーロッパから、そうですけど、ヨーロッパからあれがオファーがあったの？はい、うん、で作ったけど、うん、ちょっと話がすごい気に食わない内容だったんで、うん、でルアーだけが残ってて、うん、でまあ行くと思って、うん、まあこういう3種類あるんですけどね。うん。の作ったんですよね。うん。それをどうするか今まあ考えてるところです。ああ、もしかしたらもう世に出るかもしれないと。一応、サンプルというか、このファースト、なんていう、ファーストでも3回目ぐらいのやり直ししてるんですけど、うん、これで一応もう超過がずっとで、これをうちの、まあ、自分とこで売ろうかなとは思ってるんですよ。じゃなくて、小川健太郎の個人サイトみたいな感じにして。なんかもうやることが、常にサプライズだね、小川健はね。サプライズ。普通じゃないもんね。なんていうんですか、こう、普通な迷惑かけるから。迷惑かける？はい。もう、人に見たくないんですよ。
うんうんうん、僕が何かを作ることで人に迷惑がかかるんです。え？それは優れすぎててってこと？いや、頭おかしいと思われてる。頭おかしいと思われてる。理解できない人の方が多いんです。なるほど。理解できる人には普通のお店とかに迷惑をかけてはいけない。うん。まあそれは親のしつけでそうなってるよね、やっぱね。まあそうですね。うん。最低限人には迷惑かけるみたいなのが、まあ、しつけであるべきだからね、てる、うん、てるくんね。だからまあ自分で買っていただく人にだけ、まあ、何ですか、まあ見ていただくという。まだ名前も決まってないですけど、うんうん、そのフライテックスっていうお店みたいなやつ作ろうとはしてるんですよ。へー。でそこでなんか自分が作ったものを、うん、まあ釣り竿のそのつららのスピンアウトした竿とか、うん、いろいろこれがいいと思って作ったけどマニアックすぎて、うん、普通やと売れないパンとか。そういうのやっぱりあるんだ、つららは。10メーターの本流のルアーロッドの、延べ竿とかね。延べ竿？はい。そんなんいっぱいあるんですよ。え、それフライつけるの？あるんですけど。いや、ルアーです。え？どの釣りですか？あ、延べ竿にす、あ、いや、北海道でやったね。はい。延べ竿にスプーンとかつけるやつ。はい。でそれのシーバスとかが釣れても大丈夫なぐらいの竿があるんですよ。面白いこと考えますね。うん。でそんなんとかも作って僕は全然いいと思ってですけど、うん、その時プロ取って3本4本作るじゃないですか、うん、で気に入ってても販売さんので、うん、それをまあ販売してほしいという人がいるからそういうのを作ると、うんはあれですけどね、ちょっとまだ変わってるんで、うん、これこそお店で売ってはいけないという、うん、あのペンシル、うん、でスタートして、うん、パターンに変わるんですよ、水の中で。なんかこの動かすのにテクニックがいるやつよね。まあ動かすのにテクニックいるけどほとんどもっとこう、はい、テクニックがいるルアーで、じゃあそのウェイトが大きく変わるんで違うルアーになると、うん、追っかけてきたやつが水中でこういるよ。でそれのちっちゃいようなやつで、うん、まあミノーの形してますけど、こいつは後ろ向きに浮いてペンシルになるんですね、うん、お腹の針が背中に来るんですよ、うん、でそれとジャークするに変わる、うん、でこいつはまあただのポッパーです。ひたすら距離があるポッパーっていう感じですね。なるほど。うん。まあ、なんかね、ちゃんと釣り業界の仕事はしてますみたいな話になってるけど、でもなんか僕も。まあ、でも業界じゃないっすよね、もうすでに。業界じゃないのか。なんかもう、ほとんどその三味線弾いてるような話しか聞いてないけどね、僕は。東京にいると。まあそうですね、その。まあそうっすか。あんまり業界業界とか、なんかこう、そういうのあったじゃないですか。そうだね。横のつながりがね。うんうんうん、でも今は僕はなんか個人なんで、うん、結構そういうのがない状態でやらしてるか。でもない方が、なんか楽でいいんじゃない？全く楽ですね。ね。なんかこう、付き合いでなんか行くとかさ。てるちゃんだと、はい、ほら、売り出し行くとか。あるもんね、はい、なんかもうしょっちゅう行ってるもんね、売り出しとかね。そうですね、うん、僕行かなくていいんで、もう、うん、自由だ、気に立たない。で夜こう付き合いでこう飲み会とか行かなくてもいいしね、もうね、そうですかね、言うたら、ね、うん、もう俺もうお酒飲まないから本当鬱陶しいだけだもんね、ああいうの。いやいやいや、それは良くないと思いますそうけど、うん、そのそういうの出して、うん、楽しかったんですけど、うん、結局楽しかったの本当にあるんですよ、うん、常識という枠が、うん、だその常識の中でしか物事を運べないんで、うん、僕はちょっと無理やったんですよ、うん、ね、申し訳ないけど、うん、でも
でもさ、そういうとこ小賀県行くとさ、僕が知る限りですよ、はい、誰よりもちゃんとしてんじゃん、あなたは。こう人のことを気遣ってさ。だから目はよくちゃんとしようとしてたんですよ。うん。でもそれも一生懸命やったんだ。はい。うん、もう限界が、限界が来るぐらい大変やったんだ。はい。ねえ。やむんでね、それはね。やむ。解き放たれて。やむっていう、病気のやむや。はい。そうだったのか。だから今は戦力外通告を受け、おとなしくしております。戦力外通告を受けた。これなんだっけ、トライアウトみたいなのないの？トライアウト。もう一回こう。ここから？うん、もう一回こう、プロの試験受けるみたいな。トライアウト。今からですか？今から。ない。うん、ないです。ないね。目見えないとか言ってるからね、今ね。もう無理です。もう魚を前にしたら変わるんですけど、うん、こうやってパソコンの前とかに立つともうなんか全てでもそがれるんですよ。うん、やんでるなあ。そういえば俺てるちゃん聞いた話だけど、はい、こうなんかさ、ソファーに寝そべっててさ、はい、蚊に刺されてんのにもう顔払う気力もないみたいな話を聞いてる。おがけん大丈夫かな聞いたよ。いや、それはカートともにいい感じですよ。え？カーが血を吸う、うん、で、カーに血を吸わり。吸わせてるってこと？別に吸いたいんだったらっていう。あれだ、あの、スター・ウォーズのジェダイのホースみたいなもん。ホース be with you みたいな感じ。あ、なんで笑ってるんですか。いやもう蚊はさ払おうよ、はい、だけソピーって蚊はむっちゃ嫌いやったんですよね昔、うん、今好きってこと。今はまああのでもいいな。来てるなこの人は。なんかもうちょっと悟りを開いた感じですね、大川さんね。音楽とかニルバーナです。ニルバーナだ。涅槃なの。あの3形態あるじゃんね。仏教でいうところ。ニルバーナも、ニルバーナ悟りを開いてこう寝てる状態だっけ。来た。そうですね。いや、でも、それの気持ちはわかるんですよ。ただ僕はそこに達したわけじゃなくて。うんうん、僕がそうしたいからそうしてるだけであって、うん、うん、まあ、いや僕が動くことによって迷惑をかけたくないっていうのはあるんですよ。うん、皮もちゃいのにね、僕が活動的にそれを叩いたりしてたら、うん、迷惑をかけるわに。カニ？はい。最小限の抑えたい。いやすごいなこれ。あれなんかあったな、あの一部の虫にも五部の魂だっけ。はい、そういうこと。同じですよ、命の大きさは一緒です。そうだね、はい、うん、これちょっと宗教的な番組になってきた。はい。会話に入れない。でもフィンチっていうウェアのブランドの仕事もしてますよね、小川さんはね。そうですね、絵を描いてますね。絵を描いてますね。こういうこのピラルクさんのね、今着てる服のね、こういう感じ。なんか最近さ、今度フィンチで新しく作るウェアのデザインも描いてたよね、メバルかなんかの。ああ、はい、メバルのやつを描きました。すごいなあれね。あれがかっこいいとね。ね。あれ、仕上げは発表してなかったね。いや、あれどっかで見たよ。仕上げじゃなくて、絵だけ見てよ。Facebook で。あれね、実はね、僕は、老眼やと思うんですけど、うん、目が見えんくなってきてるから、うん、絵ができんくなったんですよ。うん、
細かい絵には細かい点がついて、その点にハンドルが出て、うん、イラストレーターって、うんうんうん、それをこうピッて引っ張ってこうやるから無理なんですよね、うん、で大まかに大雑把にできないかなと思って、うん、でデフォルメをまあ出ていくんですけど、うん、その時の線の取り方をちょっと変えたんですよ、うん、で大きく書き出して、まあ、ああいう形になったんですけど、うん、まあ前の絵と変わってるのは人には分かんないかもしれないですけど、僕の中ではちょっとものすごい簡略化した形なんですよ、うん、今までの絵よりも、うん、だから、まあ、それが受け入れられるのかどうか、ちょっとでもすごく良かったけどね、僕見た感じ。いや、でしたら、まあ、それは、ありがたい。あれ、ほら、最初フィンチが作ってたさ、バルトロメンのさ、キジハタの絵あったじゃないですか。キジハタ、はい。ね、あれになんか、あれの次回作みたいな感じがするね、あれね。ああ、なんか、その流れは、元気マンから出てて、うん、で、まあ、こういう感じのが今あって、うん、それメバルでっていうのは、もらったんで。ネサカナシリーズだ。で、はい、絵の雰囲気も、バルトロメのキジハタに続くやつかなと思って見てたんだけど。そうですね。ね。うん。まあ、めったらそのバス釣りの人とかでも、こう、抵抗はないかなっていうのもあるんで。いい。テルさんどっか行った？テルちゃんなんか、ジュース取り行ったんじゃないですか。ああ、飲み物。飲み物。重要っすよね。テルちゃんなんか痩せたらしいよ。そういう風に見えないけど。え？痩せたって言ってる。あ、痩せてます。痩せた？ほんと？スカイプで話してるけど分かんないね。痩せたかどうか。まあ横にね、画面は広く見えるんで。うん。の僕の見立てでは7キロぐらい痩せてます。すごい痩せてんじゃん。うん。今測ってないらしいんですけど。うん。なんかね、腕周りとか全然ですよ。こんなね、T シャツの腕との間、うん、なんか隙間なかったですか、ね、あそこ張ってたんだ。なんかパツンパツンやったはずなんですけど。なんか心境の変化でもあったんですかね、特にね。なんかでも、うん、絶食とかしてますよね。何をしてる？ラマダン。嘘。出ちゃった。数量減らすの。ラマダンやったの？一瞬だけですよ。ラマダンって一日食わないんだよね、あれね。ね、あれイスラム教でしょ？そうですね。うん、どうなんか、その、糖質ダイエットっていうやつですか、うん、米とか麺、うん、炭水化物を取らないみたいな、なんか今流行りのあるじゃないですか。うん、米食べなかったの？米食べないだけでなんか、うんうん痩せる？うん痩せますね。いや、今まで食べてた量が異常だったんで。うん、どれぐらい食べてたんだい？ 5 合とか炊いてました。5合5合？それは後輩と2人で1回で食う。だってうち4人家族で2合だよ。で、余るから。なんか意味のわからん大食いみたいなしてたんで。でも、僕ご飯は太らないもんやと思ってたんですよ。いや、太らない。だから、おかずをちょっと食べてご飯をたくさん食べてたんですけど。むしろそれ、お相撲さんそういう食べ方だよね。逆だった。うん。もっと体大きくしろとか言って、ね、部屋に言われて、ご飯もりもり食わされるでしょ。だから10キロの米袋が一瞬でなくなるんですね。恐ろしいことだね。10キロって。10キロですよね。5キロですか？大きい米袋。いや、10キロですよ。大きいの。1家族なくならないですよ、1ヶ月で普通。10キロはなくならないです。うちではね。本当ですか？うん、で、今米食べてないの？そうですね。中屋さんっていうその、うん。の方がそれを言って、知ってもらって。中屋さんすごい痩せたもんね。そうなんですか。すごい痩せたってことやったら、本当にそうです。何を
急に思って痩せ、なんかもうこのまま太りすぎちゃダメだと思ったの。やっぱり腰がずっと痛いんですよね。うん、いつまでも若くないです、うん、治んないです腰が。ちょっと楽になった、痩せたら。でも痩せたらちょっとずつ楽になる。やっぱあの体重がやっぱ腰とか膝とか重くのしかかってたもんね。膝も痛いって言ってたもんね一時期は。うわさんでこう画面で見たら分かんないですけど、生で見たら本当にしようがないですもんね。ん？僕？ええ、うん、ここだって皮みたいだもんね。ないっすね。だってそんなんつ体脂肪何パーセントでしたっけ？ 4から5キープですね。一郎か。一郎みたいな人だね。いやでもその軽量とかやってほんまにつけたらまずいと思う。その割にはめっちゃ缶コーヒーとか飲んでるじゃないですか。あれは関係ないですか？糖分、あれ全部脳みそで使ってまうんですよ。マジっすか。また来た凡人と違うみたいな感じが。いやあれね、多分 糖のその消費効率を僕一人高いと思うんですよね。もうずっと考え事してるじゃないですか、うん、話してても、うん、それはみんなそうじゃないかな。え？それはみんなそうだよ。俺が何も考えてないって思ってる。考えてない。いや、僕はもっと考えてるってこと。あ、てれちゃんは考えてないってこと。僕が一番考えてないでしょ、みんな。ふわっとしてる。1秒間以内に出てるかみたいなとこなんですよ。うん、何考えてんの、じゃあ。いや、いろんなこの情報を全部、脳の中じゃないですか。うん、見えてる、この映像とか、うん、音とか、うん、なんでここしてんのかとか、うん。で、それ後で整理するんですけど、その、うん、とにかく脳みそがめっちゃそういうのなんですよ、うん。その中にこう入ってくる情報があるから、それを処理方がいるんですよね。だから缶コーヒーはたくさん飲まなきゃいけない。缶コーヒーというか、まあ、ああいう糖分ですね。うん、でご飯を食べると、もう、なんていうんですか、余計な脂肪をつけていくことになるんで、だけをソリッドに、まあ、砂糖水舐めとけよっていう話ですね。あれさ、いつかさ、3人で、どっか渓谷にバス釣りに行くときにさ、はい、赤服買ったじゃん、一箱。で、僕とてるちゃん一個ずつぐらい食べて、残りを弁当みたいに食ってたよね、はい、おがけんが。こう、かき込む。残すの嫌なんですよ。残すの嫌じゃないんだよ。はい、残しといたら後でまた誰か食べると思うんだけど。もう後食って、もうこう、なんかさ。それ完全に今の言い訳。言い訳だ。かき込むように食べて、おがけん。マジで。いや、だって運転中、ゆったり食べてられへんでしょ。あ、運転に変わったらね。いや、運転してる時なんで、うん、で、そんなゆったりこう食べれないじゃないですか。うん、一気に食べても。あ、そうか、運転してたんだ、あの時ね。しかもね。はい。うん、運転中に食べさせたら、それは一気に食べんと危ないじゃないですか。うん。なるほど。そんなもんちゃいますでも食べて。いや、でもあの量食えないよ。甘すぎて食えないですよね、あんなに。あの弁当箱ぐらい。7個ぐらい食ったと思うよ、赤服。いや、熱すぎるとか、そういう、なんか、そういう次元の感じで物事を考えると、ほう。何ですか、その、物事がうまく進まないんで、僕はあんま考えんようにしても。なるほど。その一瞬で必要な判断をしたら、もうその判断に対しては全力で、何ですか、処理をするというか。これは残しちゃってんしてる。だから急いで全部甘かろうが辛かろうが食べてしまって、うん、で、ゴミ捨てると。うん、いや、今回のろくでなしラジオはかなり貴重な収録ですね。貴重ですね、これ。録画できてるかな、この3人。
なんか病床、一人だけ病床みたいに見えるんですけど、これ。これ、だって、僕から見た絵はすごい絵ですよ。右側になんか、ゲリラの人がいて、左に、なんていうの、仙人みたいな人が。やばいね。ゴミ屋敷みたいなところにいるみたいな絵ですからね。ゴミ屋敷です。いや、ぜひ流してほしい。これマッサージチェアです。人生でこんなに変わった人に会ったことないですよ。何に？いや、小川さんほどの、なんか、本当に変わってんなっていう人はあんまり会ったことないです。なんかね、これね、映像としてはね、僕らが子供の頃やってた水曜スペシャルで、まだ絶滅してなかったみたいな動物と喋ってる感じだね。まだ生きてた何々みたいな。ワクワク動物ランドのエリマキトカゲみたいな。様子はエリマキトカゲかもしれないけど、なんかもう、まだ生き残りが一匹いたみたいな、そういう動物と話してる感じがしますね。喋ってることは。いや、変わってますよ。そうですからね。これ、なんつった今。それでわかるでしょ。何が感じで。この普通の会話からなんかこう、言ってることは結構まともなんですけど、なんか、おかしいみたいな。いや、例えばでもこれ、教会で話してるとか、うん、お寺でとか、言ったら普通の会話なんですよ。そうなの？普通の話だと思うんですよ。ただ、うん、今、この世の中にみんなが、それぞれのスピードで歩み出して、うん、で、まあ、僕みたいなされるに至ったわけですけど、うん、この、それまでのこう高度成長の時代と言われたら、うん、その宗教者みたいな人たち、考え方の人たちが一般の中に入って、一緒にその生活を営んでいくのは無理やったと思うんですよね。うん、だって、それはもう、経済の中で回ってる人たちじゃないですか。常識がもうそっちになって、うん。なるほど、なるほど。うん。うん。要はもうその枠から、外れたと、俺は。そう、外れてる人たちっていうより、まあその枠はもともとは、中の枠を作っちゃった経済側の人たちが、いるわけですよ。好きやと思い込んで育てられた子供たちが育っていくわけですよね。で僕はそういう人らいなかったんで、うん、ちょっと違うかもしれないですけど、うん、でも、その後僕もそうなってたと思うし、うん、もっと過激な人生を歩んでたかもしれないです。うん、もっと過激だったもんね、小賀健はね。まあそうですね。うん、どうやってっていう。すごく精力的だったじゃないですか。はい、ほんの5年、10年前なんてね、すごかったですよね。そうですね、僕が知る限り。今なんかちょっともう仙人みたいなもんね。まあ僕をそこまで変えたのはタバコですけどね。はあ？これきたまたどんどん話が進行していくな。タバコで変わったんですよ。タバコ嫌いだったんだよね。噂そうですね、あの話によると、うん。殴り合いの喧嘩になるぐらい嫌いだったんですよ。なんで吸ってんだお前みたいな。カラオケとかでね。室内で座れたら怒るっていう。今、こんなにヘビースモーカーなのに。そうです。で、まあ、吸い出してから、なんか、うん、なんか遅くなったし、車とかね。うん、とにかくもう一日の間やらなあかんっていうことをもう一切考えなくなったんですよ。それ、だいぶ害があったってことだね。いや、逆にあれをスケジュールずっとやってたら、やっぱ過労死してた。かなと思うんで。ちょっと救われたかなっていうこと。はい。もう言ったら今生きてるの奇跡なぐらいですよね。へぇ。絶対あんなん暴走特急だったってことタバコを吸う前は。いやと思います。多分でも危ないことしてましたね。今、絶対言えないですけど。うん、その、スピードが危険なことをしてます。うん、その、スケジュールとか。寝ずに。やる当たり前だし、その一日のそのスケジュールの作り方とか、うん、対してそれを強要したりするんですよ。うん、だからこれをやらんとするぞみたいなことを延々説教してこう人を
巻き込んで、そのスピードでガッてやろう。それはまあ、タバコでいきなりもう何もなくなったんですよ、ね。脅迫概念というか。あれあれあれって言った今。何があれなのなんか言いませんでした何も言ってないよ。なんか違う声聞こえてないあなただけ、また。あれ大丈夫です。そんな不思議ちゃんじゃないよ。あれって何があれなのよ。いや、なんか水口さんの口が動いた感じやった。いや、動かしてないですよ。まあでも小川さん、なんかちょっと、なんかに常に脅迫概念がありましたね。ね。うん。それがもっとひどかったんですよ。常にね。なくなりました、でも、タバコで。なくなったって言ってるよ、てるちゃん。今もあるけど。あるって話だけど。いや、あるかもしれないですけど、もっと、いろんなもんにせっつかれてた感じやったんで。うん。なるほどね。出口が見えない。もうここで、そろそろ流してこうかな。終わらされた。いや、これはね、貴重な回ですよ。これだって、スカイプで3人喋ることもなかなかないんでね。誰かいない。テルさん何も喋ってないじゃないですか。誰？テルさん。テルちゃんたくさん喋ってるもんね。違う回でね。今回ゲストが喋っていいんですよ。この2、30分、小川さんの変わってるっていうことは分かると思うんですけど。うん、たっぷり30分、不思議な感じだと思います。いやいやいや。これ最後にゲストから告知みたいなことはないんですか？告知。え？告知しときたいことは、イベント行きますとか。告知はないけど、みんなもっとゆったり行きたらいいかな。急ぎすぎだと。はい。いや、この回すごいな。いや、それには賛成ですが。みんなもうちょっとちゃんとしろみたいな終わり方ですよ、これ。ちゃんとしろじゃなくて、こう、ね、欲をかく。あと言っちゃう。あ、そう、僕は言ったりですけど、小川さんの場合は、欲を作るなっていう、お坊さんのような思想。うん。なんかクリスチャンだからね。まあそうですね。ね。難しいですね。それを僕を分かってもらおうと思っても無理な話で。じゃあそういうことで、はい、また、はい、また来週、また来週これでいいですかね